はい、続けてやっていきます。カクスケです。よし、ですね、このね、新しい拠点を安定させます。こっちの方ですね。よし、動物まず装飾置いて、で若部で肉食クラッツ、ここまでやってきました。クラッツということでね、コロニーを置きましょう。どうね、 あんまりないな。よし、ここら辺でねコロニーを置きます。ギリギリ2つは入らないっぽいですね。あ、こっちは入りますね。よし、こことあと1つはスパイス2つまとめては無理っぽそうですね。こっちの方にしよっかな。ちょっと無理だよね、多分ね。はい、ここどうだろう。よし、それではね、立てていきましょう。よし、これにそうだったなそうだったな、家ですね。丸、四角、丸の上に丸伸ばして、でこれよく使うな。たまにはこんなのもね、いいんじゃないちょっと違うな。先っぽちっちゃくしようか。じゃ、いいんじゃないかな。で、あ、やっぱ丸にはこれですね。どこにつけよう。ここかな。意外に下。ここだな。で、扉は、上の方にしましょう。カクスケ専用。下の方何か欲しいな。ディティールでね、このドーナツをね車輪みたいにしましょうか。はいはい、いいんじゃないかな。よし、でドアまで置いたんで、窓をね、このお腹のここにねつけて、後ろなんか尻尾みたいなのつけましょうか。これウサギみたいなのね。頭じゃなんかつけようかな。あ、これ帽子のキャップみたいじゃないですか。よいしょよいしょ。あー難しいもういいや、歪んでるけど。よし、で、まあ家っぽくね、こんなもの置いときましょう。入り口にね、こっち側につけてね。こんなもんじゃないですか。はい、で、色はですね、違うな。あ、こんなのにしてみる。たまには、あ、名前完全に忘れてるな。ザにしよう。あ、ザニュリリーがなんとかって言ったから、だダンゴムシって言った気がする。ガサだな。ハバ
いいでしょう。まあ、しばらくっていうか、もう結構ね、もう立て切ったと思うんですよね。娯楽施設ですね。娯楽施設といえば、いつも使わないものを使いたいんだけどな。あ、これ使うでしょ、よく。これ使ったことないかもね。よいしょ。で、あ、これあんま使ってないですよね。うわぁ、くしゃみが出そうで出ない。あ、出ないですね、これは。で、これにしましょう。あ、ロボット系のやつか。まあいいでしょう。ほい。あ、間違った。いって、これにしてちょっとくしゃみが出そうで出ないんでね、変な声ですけどもね。で、これですか。窓がつけにくいな、これ。あ、じゃあ、あ、窓なしかな、これ。なしですね。いやですね、花こんななってね、もう不快な気持ちにさせて申し訳ない。普段そんなにないんですけどね。この時期になるとなぜか花粉でも飛んでるんですかね。いや、この時期多分花粉飛んでないと思うんですけどね。いつもこのパターンだけど、まあいっか。まあ、それが個性ってもんです。そうなんですよ、格付けといえばこれなんですよ。この花とかそんな、よし、これでいいでしょう。よし、これ OK。 色はチョコレートみたいなのね。変なのにしましょう、さっきと同じでね。ここはね、全然今までとは違う場所なんでね。ビール OK。 で、最後工場。まあ、適当です、適当。もう目つぶってやるぐらいの気持ちで、もう適当です。ほう、お、ちょっと待てよ、その上にボディーを。あ、変なことになるな。まあいいんじゃない。あ、乗らないな。ちょっと待った。お、いいんじゃない。で、これつけて、今度窓つけれるでしょ。大きくね、つけましょう、今回は。ほい。で、後ろの方にこれがあって、あ、これ地面ザックザク掘っちゃいますよ。で、前の方にもビームをね、つけましょうね。よし。よしよし。まあ適当にね、こんなザクザクとね、刺しておきましょう。よし、オッケー。よし、こんなもんでしょう。よしよし。で、色で特徴を出しましょう、今回はね。これとか、あ、使ったことありますね。これはないかな。これ、いや、なんだかんだでね、結構使ってるんでね。この前の、何しようなあ、これはやっぱ使ったことないかな、多分。 OK。 ブルータス、ブルータス OK。 ここをね、第二の拠点とします。家はまだで、こっちの方がちょっとおかしいな。また変にならなければいいけどな。はい、で、ここに家建てて、お金はね、今十分あるんでね。で、これが終わったら、次は、
ミッションを受けに行きましょう。はい。はい。あ、娯楽多すぎるな。ちょっと工場にしようかな。で、これで OK でしょう。あ、砲塔も立てておきましょう。ここね、壊されたら困るんでね。うん。はい。はーい。ビークルは一回こうしたらね、勝手に、あ、間違ったな。荷台下ろしさえ、作業を始めたよ。ほい。うん、できてますね。陸上の。ふんふんふん。かわいいものを作りましたね。で、次はですね。こっちですね。もうね、家とかは作らなくて大丈夫なんでね。並べるだけですね。はい、娯楽、娯楽、娯楽、工場、工場。で、家、家。ここも家置いて、ここに家置いて、ここに家置いて。はい、工場。うん、いいでしょう。どうもね、娯楽施設ばっかり増えちゃいますね。数は一緒なんですけど、つながってる本数がね、娯楽の方が多くなるんですよね。わざとじゃないですけど。じゃあこっちにしましょうか。こっちの方が少なそうですね。ここは働き者たちの場所です。これ家でしょ、家でしょ、家でしょ、家、家。で、これ娯楽にしよっか。よし、これでいいでしょう。これで第二の拠点ができました。何か、あー、ちょっと、よし、もう二つ集めてるね。早いな。よしよしよし、全部置いてますね。 OK です。これで何個、うん、30個も集められますね。いいね。イエロースパイスを買ってくれるところが近くにあればいいですけどね。この人はまだにっこりなんで、この人のミッションを受けましょう。失礼しますね。うん、旅の基軸はいらない。奇跡ですね。いつも間違いますね。だって嬉しいよ。おお、あ、イエロースパイスも結構高く買ってくれますね、この子は。まあ、ブロックスが攻めてきてね、たまに戻ったりするのも、ついでにスパイスをね、集める時にいいでしょうね。依頼。うん、やがて来る神の信者たちが、ネロアズ製でスポードの民を攻撃している。あ、この人スポードでしたね、そういえば。我が軍は宣教師たちの支援でよそに出かけているため、そこを、うん、速報できない状態なのだ。邪悪で身勝手なスポードの敵を叩き潰すのに力を貸してもらえまいか。うん。うーん、あー、記憶消去ですね。はい、よかったよかった。はい、そうですよね、市民だけですよね。よかった。どっかと戦争をしろって言われるんじゃないかと、ちょっとドキドキしましたよ。ディーバペット帝国、あ、すまへん、この人のスポードか。まあ仲良くした方がいいでしょう。贈り物とかも送ってね。あ、そういえばさっき建物建てたの、そういえばあれ、砲塔は建てていませんでしたね。記憶消去ですね。あ、すっごい使っちゃう、勝手に。どこにいる？これ？え、すっごい撃ってるな。感染した市民ってどう見るの？ネロアズ製。あ、感染した市民？あ、あ、いたいたいた。この子ですね。あ、違った。ウキですね。あれ？あれ？よしよし。
埋まってましたね。すっごい戦ってるな。あ、ひょっとして私が攻撃されてる？まあそれはいきなりね、知らない変な宇宙船が来たわけですからね。まあ、とりあえずね、黄色く光ってるのを見つければいいんでしょうね。限定してくださいって言われても何も壊してないよ。そう。いないよ。いないよ全然。これちょっと時間かかりそうだな。あれ？あ、なるほど。そっか、今文明ステージだから戦いがあってるんだね。感染した市民いないな、あんまり。いないですね。ポワンポワンってしてくれたらいいんですけど、出ないもんな。なるほど。対象となっている個体に限定してくださいって出てるのは多分どっかで誰かが死んでるからですね、他の戦争でね。すっごい戦いが合ってる。全然いないよ。そんな宗教広まってないんじゃない？それともどこかの村にいっぱいいるのかな。そんなことはないと思うけどね。いないや、いないや。間に合う？あと2分だよ。あ、2分経っちゃったよ。いないな。うわ、すっごい戦いだ。うわー、大変だね。あのマンボウくんこんな強かったの？そんなつもりで作った覚えはないよ。適当に作った気がするよ。ちょっと待った、画面を回して。さっきなんかいたんですよね、一人感染者。あ、いた。おお、あー、逃げ回る。よし、君だ。他にはいないんですね。すっごい争い起こってますね。ここはいる？いますか？いませんね。いましたね、1匹。ちょっと、マジ情報でちょっと見にくい。こっちはどうだろうな。お、またマンボウがいるぞ。でもあと1匹ですよね。あと1人ですよね。これ？あれ違う？あ、こっちだったか。たまに地面に埋まるんですよね。OK、大変だったな、今回は。もう18分ですもん。大変だったよ。でもなんとかね、やってきたよ。いやー、宗教争いはね、仲良くすればいいと思うんですけどね、私はね。よし、来たよ。はい、よし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 。はい、あ、もういいよ、外交で。はい、同盟です。トレーダー別にないですね。オッケー。でも艦隊はいらないんだよな、あんまり。よし、これ自分のとこに戻って。お、スパイス結構溜まってますね。やったね。この子はね、どれくらいもらえるのかな。イエロースパイスいくらで買ってくれるかい。ありがとう。トレード
微妙だな。で、新しいスポードの人がいたんでね、こっちだっけ、この人だっけ、スポードの人ね、その人ともね仲良くなってミッションも受けなきゃ。見かけによらないな。おめめパッチリなのに。すべての旅行者は、あ、やっぱスポードですね。はい、ミッションを受けるよ。スポードのご意思に反する魔の軍勢が、さっきと同じかな、バランスを取る方法を確認、食物のコマンドを確認するのだ。惑星の生態系のどこに穴があるか把握できるであろう。順番は大事なので注意するよう謝罪になる。OK、 置いてっていうことね。はい、もう一つ外交でね、贈り物をあげるよ。はい、トレードで、あー安い。よし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 、動物を置くだけ。こんなの初めてですね、こんなミッション。よし、それなら得意だよ。はい、奥義制、奥義制ですね。で、穴が開いてるところに草食と肉食を1匹ずつですね。簡単簡単。はい、草食、あ、隠すけじゃないですか。あれ、いつの間にこんな捕まえたっけ。肉食ですね。隠すけ、逃げてね、逃げてね、頑張ってね。よし、はい、報告します。隠すけがこんなところに進出したか。進化してほしいものですね、文明までね。はい、来ました。あ、違う、行き過ぎましたよ。コンスーン星、はい、ただいま。よし、もう仲良くなれたぞ。同盟を結ぼう。はい、はい、戻って、ミッションはもういいや。で、さよなら。簡単ね。やられたらね、相性悪くなっちゃうんだよね。これ誰？初めての人ですかね。初めての人ですね。仲良くなりましょう。DNA 構造ですね。はい、この人は科学系の人ですね。悪くないですよ。ポッパーさんと似てる声ですからね。贈り物で、はい、話し合う。もう仲良くなった。まあ、でもミッション受けますよ。はい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 、クリーチャー連れてこいって。オーケー、それくらいなら簡単ですね。クメモバ星系の、周りにあるクモマー星系ですね。クモマー星系、クモマー星系、あ、これですね。これのなんとかというクリーチャーですね。メイジですね。オッケー、マー星系のゼイバム星、ゼイバム星、本当にゼイバム星、クモマー星、あ、ギグヤマ星。ゼイバムってどっから出てきたんだろう。はい、の明治という生き物ですね。あー、もう出てる。明治って、あ、捕まえちゃうよ君。ほい、オッケー。ちょっと、違うな。違うな。あ、こっちだ。オッケー。あれ、いっぱいいっぱいになっちゃったよ。まあいいでしょう、とりあえず帰ってね。よし、帰って報告です。ただいま、あっという間でしたよ。明治、はい、はーい、データ集め手伝いました。同盟を結ぼうか。で、トレードはあんまないや。お、あ、
同盟のやつか、大使館が手に入りました。これをね、味方のコロニーとかに置くと仲の良さがね、続くらしいです。うん。で、ミッションリストあと何個かな。これあと3個、結構ありますね。ここになんかいるんでね、ここもいますね。うん、いい人だ。でももう25分、あっという間ですね。よし、それではご視聴ありがとうございました。これからはね、しばらくこんな感じでミッションこなしてゆっくりしていきますが、ぜひ見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。